日本代表も出場しているサッカーのアジアカップは17日、グループリーグ第2節を行い、カタールがタジキスタンに1-0で勝利した。前半17分、カタールが決勝点となるゴールを決める過程で、タジキスタンの選手が日本人主審に激突して転倒。これについてペタルシェグルト監督が、良いフライトを過ごすことを願う、とやや物騒な言葉で不満を漏らしている。 動画、主審とタジキスタン選手が激突。ボールは前線に、監督が日本人主審に激怒した実際の場面。問題の場面は前半16分、タジキスタンのゴールキックを中盤のヘディングで競り合ったカタールがマイボールに。カタールの選手2人、タジキスタンの選手1人でボールを奪い合う中で、タジキスタンの選手が主審にぶつかり転倒した。ボールはタジキスタンの DF ラインの裏へ運ばれ、 カタールのアクラム・アフィフがボールをゴールへ流し込んだ。この試合は日本人の審判団が担当しており、主審は木村博之氏。ロイター通信のロヒスネアー記者が自身の XQ ツイッターで報じたところによれば、試合後タジキスタンのペタルシェグルト監督は、カタールのゴールにつながったビルドアップでの衝突に主審が関与していたため、プレーを止めるべきだったと語った、という。さらに、 主審に何が言えるよ。彼が良いフライトを過ごすことを願っているよ。という厳しい言葉も、この一点が決勝点となっただけに、悔しさは消えないようだ。